かは、伝説上の生物、怪獣である。彩花を生み出す存在であると言われている。果獣、か母とも。仏教経典の一つ、旧雑費行業にある説話に出てくるもので、何一つ彩花の存在しない、豊かな国の王が、災いというものがこの世にはあるらしい。見てみたいのでこれを求めて来いと家臣たちに命じて、探索させたところ、市場で、 カハハと呼ばれる災いを生む巨大なエノシシのような生物が売られており、家臣たちがそれを買ってくる。カは一日に一生、針を餌として食べるので、王は国民に日々針を差し出させて、これを育成するが、国民はこれに疲弊してしまい国から挑戦。困惑した家臣たちが災いを殺そうとするが体が鉄のように硬くなっており刀できることもつくこともできず、 薪木を積み上げ火をかけて焼き殺すが、火まみれの災いが城や市街を駆け回って、すべてを燃やし尽くしてしまい、国は滅びてしまった。市場で災いを売っていた商人は、天の神の化身であったという。このことから、自ら悪事を招くことを、死に顔うと称し、ことわざとして使用されている。日本では、宝物集巻き。 外録などで蒸気の説話が紹介されており、イノシシのような姿で、鉄だけを食べたことが示されている。また、室町時代頃に書かれたおとぎ草詩、鶴の草詩の一系統に、地頭の出す難題を渡せと迫るの一つとして、わざわいという獣が登場している。牛のように、大きく、角の生えた狼のような獣で、角を振れば、空が曇り凄まじい風が巻き起こったという。 山の中にある鶴の両親の家にこの獣の災いがいたためこの難題は打ち破られ災いを持ち込まれた児童はその乱暴な生態に恐れをののく。江戸時代に書かれた極定罰金の特本陳節弓張り月に登場している。琉球の悪僧、毛雲がこれを刺激する。牛の体を持ち虎のような顔をしている。 釈迦八宗山と文庫二十二編より刀を食べている荒れた様子の技あい江戸時代明治にかけて書かれた万定王馬の豪漢、釈迦八宗山と文庫に登場しているイノシシに似た獣で鉄を食う満腹な時はおとなしいが空腹となり飢えると暴れ出しその力は獅子や虎に百倍するという私よ魔国の立場大使は中心花髄の 悪性をすれば災いが国に出来たるという歓元に起こり、災いというものがもしこの世にあるならば、目の前に見せてみよとその首を切る。ずいの息子である丸人とおろは、父の首が欲しくば、災いを目の前に見せてみろと、達芝大使に命じられる。災い欲しくば、山へ受けと子供たちが歌っていた歌を頼りに、たどり着いた丸人とおろは、山中で、 聖者李仙という先人から災いを授かり難題を解決する。その後、達芝大使は災いを館で飼育するが餌として与える鉄がなくなり国中から鉄を収めさせる。しかし、それでも鉄が足りず空腹となった災いが暴れ出したので庭に大きな穴を掘り中へ炭を大量に起こして焼き殺す。しかし火に包まれた災いが穴から出て駆け回り、 タッシュバー大使の館はすべて燃え落ちてしまう。22編は表紙や差し絵にもイノシシのような姿の災いが描かれ、焼き殺し先の天末などからも、旧雑費行や宝物集などにある描写を転居としたことがわかる。ありがとうございます。